手紙を書くピエロ右手が滑らかに文字を書くように動き、少し眠気がさしたように目の表情が変化する。首が上下しランプの炎が小さくなると、はっと割れに返るようにまた手紙を書き始めるという一連の動作をする。野坂オートマタ美術館所蔵品オートマタ、オートマトンは主に12世紀から19世紀にかけてヨーロッパ等で作られた機械人形内しは自動人形のこと。 本校で述べる人形は、日本の伝統的な機械仕掛けの人形をからくりと呼ぶのに習うと、いわゆる、西意用からくり人形に該当する。オートマタは、言葉の原義としては、自動機械のことであり、語源のギリシャ語、オータメイトスは、自らの意志で動くものというような意味合いを持つ言葉で、ある。どういう条件を満たせば、オートマタと呼ぶのにふさわしいかは、 作られた時代背景や用途、特徴によっていろいろな種類があるがゆえに見解が分かれるところである。本校では主に18世紀から19世紀にかけてのドイツやスイスの時計技術の革新とルネサンス以降のフランスが持っていたディレッタンティズムの複合によって作られた動力が全イバネによる人形状のものを中心に説明する。また、表記はオートマトン。 オートマータなどが同様の意味で用いられるが、学術用語との区別がつきやすく、人形の意味で使うケースが多い、オートマタとする。オートマタの起源は人形の起源にまで遡る。娯楽のためだけではなく、宗教的な儀式などに用いられた人形や、仮面の中には部分的に稼働するものもあり、操作することにより伝承などの効果的な補助として使われていた形跡がある。 こうした試みは人間が自ら仮面をつけたり人形を操作するという動力によって動いていたが機械的な仕掛けにより自動で動くという演出を付加することで人形信仰においてあたかも人形に魂が入っているかのように見せることができる。人形を作り、それが動くというテーマはユダヤ教のゴーレムやギリシア神話のタロースでも明らかなように人間にとっては 根源的なテーマであり、創造主としての神への挑戦といった面も垣間見える。一方、オートマタのもう一つの要素である、機械仕掛けは、単に人形の可動部分を人間が直接、動かすという段階を経た後、古代ギリシアにおいて、より洗練される。アルキメデスの螺旋や、同時期に発明されたと言われる歯車、サイフォン、水力、滑車などの技術が生まれる。 アレクサンドリアのヘロンが作ったと言われるコインを入れると、水が自動で出る装置やビザンチウムのフィロンにより、シンプルな仕掛けであるが、自動装置と呼べるものが作られた。13世紀に入ると、オートマタの基本的な技術要素であるカムシャフトが文献に現れる。この時期には、時計の製造技術も飛躍的に向上した。決められた時間に鐘を鳴らす仕組みが考えられ、 その技術は教会に設けられた時計台の鐘を鳴らすオートマタに応用された。それまで時を知らせるのは鐘つき男の仕事だったが、鐘つき男を模したジャックマールと呼ばれる時計人形が代わりに鐘を鳴らした。この人形は人気を集め、動きや表情など多様化が見られた。14世紀末に作られたストラスブール大聖堂の天文時計では高さ1222センチメートルの 温度りのオートマタが羽ばたいて時を告げた。1574年には第2の天文時計が作られ、ジャックマール以外にも天使や死神など宗教的なモチーフのオートマタが用いられた。15世紀には全米による蓄積できる動力が発展していく。これによって時計の小型化が可能となり、職人の増加や市場の拡大が進んだ。 オートマタの機械的な技術は後にオルゴールに分類される自動演奏楽器の歴史にも大きな関わりがある。現在ではカリオンと呼ばれる大掛かりな仕掛けを伴う時計には分類上はオルゴールに近い自動演奏装置が組み込まれ境界の鐘音程をつけて鳴らすために使われていた。この原理はシリンダーと呼ばれる。 円筒状の媒体にくさびを打ち込み、そのくさび部分がスイッチとなって演奏情報に変換されるものであった。このスイッチを空気の制御及び鍵盤の工程の情報とし、自動オルガンが作られた。くさびは点でなく棒状にもできるため、空気を送り込む時間が音符の長さとしても表現できるものであった。楽譜による曲の情報の保存とともに、 特定の演奏家の演奏を記録し再生する手段としてシリンダーを使った寄付法が考案された。1757年、アングラメル神父によって作られたもので、イタリア人演奏家によるチェンバロ演奏を現代でいうカーボン紙のようなものを記録媒体とし、ゆっくりと回るシリンダーに巻き付けた紙に演奏情報が記録される仕組みとなっていた。 演奏終了後記録の通りにくさびを打ち込み、自動演奏を可能にしたチェンバロにセットするとくさびに対応してチェンバロの中の弦が鳴り、演奏を再現するという装置であった。これにより、ある一定の時間を反復させる動作をあらかじめ、一つながりの命令として記録させ、毎回同じように実行するという一種のマクロのシステムが生まれた。このシリンダー空キフ法は、 自動楽器の開発や楽譜以外の手段による楽曲の記録方法として当時の作曲家にも注目され、ヨハンゼ・バスティアン・バッハやヘンデルは自動オルガンや自動時計用の作品を作曲している。それまで唯一の楽曲の保存、伝達手段は楽譜に限られており、曲情報の解釈は演奏者の個人に委ねられることが多かった。シリンダー空キフ法と 自動楽器専用の作曲により曲という概念ではなく演奏そのものを記録し再生できるという選択肢が増えシリンダーにくさびを打ち込む職人の技術が名演を再現する大きな要素となり繊細な方向性が求められたこの技術は一つのシークエンスを再現するというプログラムと形容できオートマタの流れるような動作につながっていく奥手紙を書くオートマトン 手前、オルガンを演奏するオートマトン。ピエール・ジャケドローの作品。オルガンを演奏するオートマタはオルガンを弾く真似をして、音を出すわけではなく、このために作られた特別な鍵盤を、オートマタの指が押さえ、まさに演奏をする仕掛けになっている。画像をクリックして拡大すると、鍵盤の形状がよくわかる。イスラム黄金期を代表する、発明家アルジャザリは、 水力で駆動するウェイトレスや爆弾など多様なオートマタを高安製造し、機械機構に関する書、巧妙な機械装置に関する知識の書を表して、後のオートマタ発展の礎を築いた。16世紀には仕掛け噴水やオートマタを配置した人工庭園がヨーロッパで流行する。1615年にはフランスの技術士サロモンド校が動力の原因を発表した。 そこで紹介されている自動装置の設計図では、水力とともに歯車が動力として用いられていることがわかる。大まかな構造図と残骸の写真のみで、現物は残っていないものの、近代オートマタの誕生を語る上において外せない、発明は18世紀フランスの発明家であるジャックド・ボーカンソンによる消化するアヒルである。 このアヒルは1753年に発表されたとされ、羽ばたき、声を上げ、餌を食べ、水を飲み、排泄するという仕掛けであったと伝えられている。残骸の写真を見る限りアヒルのサイズの24倍程度の台座があり、その中に巨大なシリンダーを中心に据えたメカニズムが見える。また、ハンガリーのケンペレンは1770年にチェスを刺す、オートマタを作り、評判を呼んだ。 しかし、トルコ人は人間が隠れて操作をしていたため、一時的にオートマタ全般の動きそのものまでもが疑いの目で見られるようになった。エドガー・アーラン・ポーもこのチェス人形のからくりに疑いを持ち1836年に発表されたメルセルのチェス人形という作品で取り上げている。美術的価値の高い人形作りの技術と内部に秘められた仕掛けとが、 相まって、18世紀後半から19世紀初頭にかけて、その時代の技術の域を集めたオートマタが、次々と生まれた。そこには、時計職人の自信の技術を、遺憾なく発揮できる対象としてという側面と、当時、時計は高級品であり、持つことができるのは、貴族階級であったために、その豪華さも競われるという時代背景があった。中でも、 スイスの時計職人であったピエール・ジャケドローの作品は代表的である。文字を書く、絵を描く、オルガンを弾く、物語性を持った複雑な動きと芸術性を合わせ持った作品はほとんどこの頃のものである。1780年、ジャケドローは滝のある鳥籠を制作。不意語の原理で鳥がさえずり、水が管の中を流れているように見えるものであった。 1839年生まれのギュスター・ブビシーは作品を1878年のパリ万博に出品するなどの活躍をし商業用の電動オートマタを制作。これらは主に客寄せとしてショーウィンドウなどに飾られた。エルネスト・ドゥカンなどがオートマタ制作者として後世に名を残しているほか、個人ではなく会社組織として制作するジャフ社などが存在した。 19世紀末のエジソンによる蓄音機の発明により自動演奏装置は新たな技術的開発がなされなくなり電気の普及により機械仕掛けの動力もまた根本的に変わっていった中でオートマタが持つ神秘性や驚きは新鮮なものではなくなっていった全時代的なもののイメージになり趣味としてまたアンティークとして扱われるようになる20世紀には 電動オートマタも作り始められたが、かつてほどの注目を集めることはなかった。一定の動きの記録媒体は、シリンダーだけでなく、19世紀には穴を開けたカードによる制御方法も考案された。食器やオートマタにもこの技術は応用され、パンチカード方式として、後の自動演奏ピアノ、計算機、コンピュータにも応用される技術となった。カラクリとしての機械人形は、 オートメーションとなり、やがてロボットと呼ばれ、一定のシークエンスを命令によって制御する技術の概念として残っている。蓄音機が携帯型音楽プレイヤーとなり、自動演奏装置はミデにおけるミュージックシーケンサーの概念そのものとなった。20世紀後半、オートマタのほとんどは収集家や博物館によって保管され、修復が続けられた。 中でも1928年生まれのミッシェル・ベルトランは、ジャフ社での経験を活かし、伝統的な全米式のオートマタを製作するから、ほぼ壊れかけているような古いオートマタの修復を、忠実な再現を目指し精力的にいった。18世紀から19世紀当時の最先端の技術や部品には、規格がほとんどないため歯車一つを取っても、独自のサイズとなっていることから、材料の確保が、 年々難しくなっている。現在でもフランスはジュノたちが制作している。日本でも複数のオートマタ作家が活躍している。シャボン玉を副少女不意語で空気を送ることにより、シャボン玉を実際に作る。頭部は呪毛のビスクドールが使われている。野坂オートマタ美術館所蔵品外見はアンティークドールの歴史にも密接に関連しており、20世紀前半に量産され、 玩具としての要素が強くなるまでは、縫製の技術、人形のボディを形成する素材の変化と、成形技術革新は、その外観によって、オートマタの内面的な仕掛けの技術をさらに引き立てるのに大きな役割を担った。また、人形信仰は、キリスト教が禁止する偶像崇拝に、真っ向から対立する面があるが、18世紀から19世紀、 ゴロのヨーロッパでの人の形をしたものを動かすという技術的な試みとオカルティックな同型は当時の他の文化にも影響を与えた。パリオペラ座で1870年5月25日に初演されたバレエコッペリア及び1881年2月に初演されたオペラジャック・オフフェンバックのホフマン物語はいずれも ETA ホフマンの小説。 砂を元にした作品であるが、それぞれ自動人形のコッペリアと歌う人形のオランピアという人物が登場する。また、ゲーテのファウストや、それに影響を受けたと言われる、オグリムシタロウの国士官殺人事件はそれぞれホムンクルスや自動人形の登場で、弦楽的な効果を引き立てている。近代においては、オートマタが持っている要素のうち、当時の最先端技術に対して、 新鮮な驚きを感じる面よりも、ぬいぐるみのような愛玩の要素があまりないリアルな、造形の人間の形をしたものが、意志を持って動くという、設定としての不気味さの面を強調されて描かれる、ことが多い。このためオカルティックな雰囲気を出す上においては、ありきたりな設定となるほど多くの創作作品に、登場するが、あくまで内部の仕掛けの技術を伴ってのものであり、 単に人形が動くだけでオートマタという呼び方をするのは必ずしも正確とは言えない。そのため機械的な仕掛けの説明が伴っていないものが含まれる。冒頭に述べた通り、その作られた過程や当時最先端であった互いに異なる技術の提携により、実際にオートマタと呼ばれるものの範囲は曖昧であるが、おおよそ以下のケースに分類することができる。オートマタを展示している。 博物館や祭事、扱っている書籍などでも、同様の解釈の範囲の広さを見ることができ、オルゴールの展示場でオートマタを見る場合もあるし、からくり時計が、中心の展示場がオートマタと掲示される場合もある。そのため、カランの関連項目の施設において展示物のメインは、一見異なるような印象があっても、オートマタが展示されている場合がある。ありがとうございます。